じゃあ頭脳対決か。はい。頭脳耐久ゲームそのまんまありますね。音低いぞ。だって君やったことないだろ。だら僕らもやったことないから音高いか低いか分からんのよ。うん、これが普通ですと思ってくれれば。それも低いなら多分いいんじゃない。だって半音高い現象はよくあるけど、うんうん、低い現象はないから。ないの か, か正解じゃないよ。でも君聞いたことないだろ。僕もないのよ。ちょっとやっ、うん、もう普通に開始。ああ、通常。まあ通常で。ルール覚えよう。A ボタンか。なんか、スティックを上下左右に動かす。僕どっち左？なしじゃない。なしじゃない。あ、これ左右、うん、上下左右、左。うわー、書いてあるところに。わかった。移動するだけ。左じゃないとな、右か。左。下。あー、左じゃない。僕左だわ。うん。中岡右だね。あ、ちょっと面白いな。え？はぁ、下じゃない。下。スパスパスパっていけばいいんだ。2じゃない。中岡に勝ちたいな。上。下。右。うわ、これ反応速度だな。あー、間違えた。意味わかったよ。うん、じゃあもう一回やろう。ねえ。あ、なし動かなければいいのか。そうだ、そうそうそう。へぇー。これ混乱するな。あー、行っちゃう。じゃないが。いきなり来るぞ。あ、それうまい、それうまい。いや、いや、じゃない。あばーじっくり待った方がいいか。あー、まあ、1対1だ。おー。あー、よし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 。これ、難易度上げたらどうなるのよ。難易度次上げてみるか。同じやつで来るのかな。右。うん。ああ、中岡と違うやつが来てる。違うのこれ。違うわ。違う。僕と中岡違うやつ来てる。ま、一緒だったら同じ。いやあ、ね、やばいやばい。右すればいいもんね。ああ、そっか。右じゃないんだ。失礼、うん。これだんだん速くなってるよね。速くなってる。はい。あんななな、もうちょっとのスティック操作が。十字キーでやった方がいいんじゃない？できるよ、十字キーも。マジで。うん。そっちの方がいいわ。できた。いえー。おぉまずいよ、今何個目だ？わからんか？よし。完敗だな、今の。めっちゃ集中した、最後の方。さらにあんのか。うわ、極限いきますか。やってみたいな。やろうか。極限極限とゴールいけんのか。何が来るかな。ははじゃないじゃないじゃない。うわー、嘘。左じゃない、そして右じゃないって上か。まっ、どういうこと。え、そして左じゃない。俺文字出てこないんだけど。やべ、むずい。クソむずいんだけど。いや、文字でないのはどうすんのこれ。わかんない。赤じゃないじゃないじゃない。あ、これ分かった。え、2個で1つなんだ。あ、マジ。あ、そういうこと。うん、そうだ、2個で1つ。またはね、次のやつまで書いてんだ、ま、そしてって。なるほど。緑色じゃないじゃない、または下じゃない。はい、ちょっと緑色じゃない。いや、これ難しいんだよ。じゃないじゃないの。赤色じゃないじゃない、または上じゃない。うん、だ左か。いや、全部違うぞ。赤色じゃない、下。いや、赤色。え、全部間違ってんだけど。こうだ。あ、待てよ、ってことは全部違う。あ、黄色じゃないじゃないじゃない、じゃないし、黄色じゃない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 。わかりやすいな。これもわかりやすいな。ラッキーだな、今の。またはか、または。難しい。え、もう、じゃんじゃんじゃん。あ、次で終わる俺が。赤じゃない、左じゃない。赤じゃない、または左じゃないってことは、どういうことよ。赤ってことか。わかんない。わかんなくない。今、難しすぎなかったか、今。今、4箇所、うん、どこも正解なくて、積んでたんだけど。その場でとどまってんじゃない、なしってことじゃない。あ、かー、そういうことか。僕もさっきそのあった。ちょっと難しすぎた。うん。やっぱ何回ぐらいがちょうどいいか。ちょうどいいと思う。
20日。これ一番いいや。言うぞ楽上と、あとはいいな。え？え？ちくしょう！とうわー、ちくしょう！あー、左だ！うわー間違えた！早く！うわー緑じゃない。うわうわで、デイ、デイ、赤、はい、デイ、デイ、デイ、はい、はい、赤と右じゃない、じゃない、はい、青じゃない、はい、あ、じゃない、じゃない、あれ早いな、おい終わるか白熱するぞ、これ二人やったら頭ぐちゃぐちゃになっちゃった。うん、ケイさんたちにもやらせてみてよ。4人ってな、4人でやってもいいし。あ、3人でか、で3人で。これもちょっと奴らも正月ボケしてるから、うん、これも1回2回入れてもいいなやってみてもらって、うん、いい、いい、いい、うん、じゃないと頭脳派ぶっこいてるから、彼ら2人もケイさん面白いな。できれば超絶難しいやつやらしてほしい。極限極限意味わかんなかったやってて、もう遊べたな。2つステージ出るの無理じゃない？2個目覚えてないと。そしてが来たら結構絶望してる、うん、あれってなってる。だって上の4 でそして4であたりでもう時間切れになるから、うん、もう次行けてもわかんない、わからんわからん。そう、60あるんだ。これなんかさ、ネット対戦みたいなのなかった、さっき。クラシックチャレンジモードか、無限にできるんだ。ないのか。いや、ありそうだね。なんかチャレンジがあるってことは。うん。あー、よし、引き締まった。おい、脳が動いたな。1年間、はい、ちょっと元気にやっていきましょうや、こんな感じで。そうしましょうや。皆さんも元気よく、うん、今年1年頑張りましょう。お体に気をつけて。うん。お相手は坂本龍馬と長岡慎太郎、この両名でした。今年も1年よろしく。仕上げにバイバイ。よろしくお願いします。次月曜日か火曜日 YouTube でお会いしましょう、うん、はい、お疲れでした。月曜日じゃない、じゃない、または月曜日、月曜日っていうことは月曜日かなむずいな